はい、こんにちは。あげわたです。まあ、さまざまなリーク情報を話してきてますけども。まあ、そのうちのトップ争うのが、サムスン・ギャラクシー・ S20 シリーズ、もしくは、ファーウェイの P40 シリーズ。 まあ実際に買うか買わないかっていうところの,その現実度合いも含めたところもあっての、まあ、この2つのラインが、ね、一番関心度も高く、えー、ある理由かなというふうに思います2020年のベンチマークとなりうるスマートフォンたちですからそこをですね うーん、俺自身も気になってますし、なので、逐一追いかけていこうと思ってるんですけど、そんな中で、この Galaxy S20 シリーズ、フルスペックが判明したというところなので、そちらをちょっと追っかけていきたいと思います。サイズ、重さはもちろんのこと、今まであまりですね、あの、確定というか、まあ、詳細がわからなかったカメラ周り、 この辺も含めてですね、リークされましたので、えー、ついに出てきました。お話をしていこうと思います。ワクワクが止まんねえよ、本当に。と、えー、いうことで、今回、Galaxy S20 シリーズ、そして、S えー、それは無印とプラスっていうところを今までですね、お話をしていきましたけども、まあ、その、えー、並行してですね、そこに並行してウルトラっていうのもですね、実は話があって、 ただ、本当かなっていうところも、俺、あって、俺もあんまり動画に取り上げてなかったんですけども、今回このウルトラも含めた、えー、3機種のスペックリークということになります。まあ、若干、あのー、分かりにくいというか、見にくいかもしれない。英語でね、ちょっと読みにくいかもしれないんですけども、追っかけていきましょうか。まあ、あのー、そうね、ディスプレイからまず上にあるので行きたいと思いますけども、まぁ、すべてが、 120Hz のリフレッシュレートを誇る、えー、パンチホールが備えられたと。インフィニティ O ですからパンチホールです。これはあの、ソムスンのパンチホールのものをあのインフィニティ O というものですけども。の UKL ディスプレイということですね。ダイナミックアモレッドディスプレイ、うん。これがちょっと気になるところではありますけども。そしてドルビーアトモス。 えー、アーカーゲイのね、ものがね、スピーカーも含めて搭載されてるというところですから、もうあの、ディスプレイのところにこれを書くのがちょっとよくわかんないんですけども、えー、こういう仕様というところですね。サイズがそれぞれ、えー、あの、ウルトラが6.9インチ、えー、プラス6.7インチ、無印が6.2インチということです。すべて同じ解像度、そして同じアスペクト比というところになりますね。20対9ですけども、 昨年の今頃は19.5対9とかそういうのでやってたのかなで、あったところが、まあ、20対9というわけですね。エクスペリアが21対9をですね、えー、誇るエクスペリア1発表したのが、えー、ちょうど、まあ、もうちょっと経ってからになりますけど、今頃ですよ。2019年えー、サムスンも、 えー、そこに、まあ、引っ張られてと言ってもいいのか、あれですけども、20対9と、えー、より縦長になってくるというところです。サイズに関しては、えー、それぞれ、なかなかあの、薄型で、軽くなってますね。あの、サムスンの、まあ、スマートフォン、あの、このウルトラはさすがに 200g を超えてですね、まあ、あの、iPhone 11 Pro Max 相当の重さになっているわけではありますが、まあその他のものに関してはですね、この11 Pro Max と同等のサイズ感、特にプラスですね。プラスなんかはサイズ感でありながら、それよりも 30g ぐらい、や、あの、軽いですよ。ギャラクシーはね、もともとそのノートもそうだし、S10 シリーズもそうだし、 ま、そこら辺も含めて、あの、好まれるところがあるのかなっていうふうに思いますが。で、たやこのウルトラ 221g ですけども、この11 Pro Max よりも、断然大きなディスプレイ、6.9インチですからね、それを備えて手のこの重さ、なかなか素晴らしいことになっているんじゃなかろうかと、いうふうに感じる次第であります。SOC に関しても、あ、エキシノス990ということになりますが、 当然ながらこれスナドラ865バージョンもあるでしょう。はい。ということなので、パワーに関してはね、このスナドラ865バージョン、要はグローバル版ですね。これが本当に楽しみこの上ないというふうには思ったりしています。 えー、ストレージに関して、えー、そうね、なかなか思い切ったことになってんなというふうに思うのが、まあ、それぞれ 128GB のストレージに抑えられているっていうところがちょっと心もとないなという、あの、ちょっと挑戦的ですね。本当にこれでいいと思ってんのかなというところです。まあ、あの、ウルトラに関しては 512GB 版もあるというところなんですけども、一応マイクロ SD が 1TB までのものにね、対応してるというふうになってますが、 あの、例えば、ASUS とかね。やっぱりこのストレージを結構確保している、えー、スマートフォンが2019年も出てたところを見たりすると、ちょっと128じゃ少ないんじゃないかなっていうふうに思います。見頃は最低で欲しかった。特にプラス。無印はまだ128番があってもいいかもしれない。けれども、プラスに関しては見頃、 欲しかったなっていう風なのが、俺の正直な気持ちであります。えー、カメラに関して、えー、それぞれが4眼構成なのかな、えー、ウルトラが一番すごいのね。1億800万がそのメインカメラです。これ広角です。そして4800万がその望遠ですね。これが、えー、10倍光学ズームに対応したものと。 いうことです。デジタルとの、まあ、掛け合わせで100倍ズームが可能というところですね。そして1200万画素の超広角、えー、さらにプラス、えー、トフセンサー、えー、あの、振動センサーというものがつくと、えー、8K を 30fps で、えー、動画撮影することができるということになっています。これが最上位版ということになります。 S20 プラス及び、えー、無印はそれぞれ一緒かなうん。1200万画素のメインカメラ、これ広角ですけども。あのね、1200万画素ですが、これはあの、他のところでもリークされてるんですけど、まあソニー製のセンサーになりますけども、えっ、ー、と、ピクセルサイズが 大きいものということで、えー、画素を抑えつつピクセルサイズを大きくして、まあより暗所にも強いものに仕上げているというものですね。まあ一部ではこれエクスペリアにも採用されるんじゃなかろうかというふうに言われているセンサーをサムスが採用してくるというところのようです。IMX555 とか、まあなんかあの特別版というところになっているようですが、はい。で、6400万画素の望遠。これは、えー、 ウルトラよりも画素数的には強いですけども、まあそれでも高額倍率で言うと3倍というところですね。デジタルズームとの掛け合わせで30倍というところになります。そして1200万画素の超高画、さらに、えー、振動センサーというところになってます。ただあの、えー、1億800万画素のね、センサーをウルトラの方は搭載してますよとか、 高学10倍ズームですよ、となってますけども、動画撮影に関しては 8K の 30fps は無印とプラスも、えー、可能というところですから、ちょっとここら辺も楽しみにはなりますね。手ぶれ補正とかも、それ、ど、どれぐらいになってるのかなっていうの気になりますし。で、インカメラ。行きましょう。えー、4000万画素。きたね。4000万画素。ウルトラに関しては4000万画素。 4K の 60fps の動画も OK ということですね。えー、プラス無印に関しては1000万画素と。これ結構な差ですね。まああと、まあ今の現行のサムスンの最新機種、最新フラグシップとしてはノート10プラスがあるわけですけども、えー、それでインカメラが1000万画素とかですから、4000万画素は相当な アップがされてますね。いやー、ここもちょっと楽しみやな。あと、フロントで 4K60fps もどうでしょうね。あのー、まあ、新しい、もうめちゃめちゃ新しいっていうことではないですけど、やっぱこうやってあの動画撮影をね、している人間からすると、インカメラを使っての 4K60fps はちょっと気になるなっていうのはやっぱ正直なところですかね。あの、 このチャンネルの視聴してる方々のほとんどの方がインカメラには、そんなに <laughs>、そんなにインカメラには、ね、興味は、そこまでの別に積まなくても、むしろなくても、っていうね、いやでもいらっしゃるんですけども、個人的にはこの 4K60FPS、ね、インカメラでもできるっていうのはね、すべてのモデルですからね、これ気になるなというところです。そして、バッテリー容量。 ウルトラが5000ミリ、プラスが4500、無印が4000というですね。えっ、ー、と、充電速度に関しては書いてないですけども、当然ながら高速充電、またはあの、分け合えるねリム、リムーバブル充電も対応すると思われますから。うん。あの、ここら辺も使いやすさっていうのをやっぱ感じますよね。特にまあ、あの、一番その分かりやすいところで言うと、 やっぱりそのプラスの無印、それぞれが 188g、164g っていうところで、ディスプレイサイズも6.7、6.2インチというえところにおいての 4500mAh と 4000mAh っていうね、大容量バッテリーですから、素晴らしいことをしてくれるじゃないのというところに、 なりますよね。これはやっぱ嬉しいところよね。そして、もちろん IP68 の防水防塵というものは3機種、それぞれしっかりと対応というところになります。いやー。これ S20。 やはりすごいことになりますね。現状出ているのがスペック上で言われていることなので、まあそこから、まあ彼らがやるプロモーションとかそういうところで、さらにこれがですね、なんていうんですかね、こう、うわ、ばっとこう、かっこよく、よく見せられてくるんだと思うんですけども。 期待したいですね。まあ、あと、だって今画素のところで、ね、例えばカメラで言うと画素数のところとか、倍率のところに関して触れましたけど、スペック出てるので、実際問題、夜景の映り加減とか、そこら辺がどれぐらいになってるのか、そういうところにもなりますから、あの、どういうそのアプローチというか、プロモーションを仕掛けてくるのか、気になりますね。やっぱ、型やファーウェイなんかは、えー、オーロラが撮影できますとか。 月が取れますとかいうことをやるわけですから。ねえ。まあ、あとはピクセルなんかは星空、ねやってました。で、ソニーの最新のセンサーだと、まあ、あの、単なる、えー、テスト、テスト写真の方で天の川撮影っていうのもやってましたが、実際問題はそこと張り合って、あの、サムススの自体も自身でイメージセンサーを作り、またその、 えー、昨年からですね、その、暗所撮影に関しての、機能改善、機能アップっていうことを、それぞれ Galaxy S シリーズ、Galaxy Note シリーズに施してきたわけで、それが今回この S20 でどこまでさらに進んでいるのか、ここにもやっぱ注目したいなっていうふうには思いますね。で、このモデルに関しては、 まあ、グローバルでは3月発売だと思います。2月発表、3月発売というところで来るでしょう。日本だと、夏モデルですよね。従来の流れで言うと。夏から行くと、やっぱり、それこそその夜のね、まあ、お祭りとか花火大会とか、そういうこともありますし、やっぱり夜景、夜間、そういうところで撮影を楽しむ。 だから増える時でもありますから、そこに関しての機能のこのブラッシュアップ、アップデート感っていうのをね、まあ、その、正式な発表のところで、ね、どんな、こう、アプローチとか、PR というかね、されるのか楽しみだなっていうふうには思いますね。個人的にはやっぱりウルトラがめちゃめちゃが気になりますね。やっぱり。 6.9インチ、7インチまではいかないけども、6.9インチの大画面ですよ。まあ、ただその20対9ということになってますから、まあ、過去作で言えばエクスペリア Z ウルトラがありましたけども、それよりも横幅を抑えられたりしてるのかな今ちょっとウルトラのですね、スペック俺手元にないので、あれなんですけども。だって幅的に70、76ミ、mm、リですから、 どうなんですかね。でもやっぱ、あの、ズルトラ難民は未だにいると思いますからね。そういう方にとっては、これ、来ちゃうんじゃないですか。あの、Z ウルトラでさえもう何年も何年も使っていた方いるでしょう。やっぱり Z ウルトラがいいんだと。そして、買い換えるにしても Z ウルトラの代替えがあまりにもなかった時期ありました。まあ、ただ、まあ、その合間でやっぱりファーウェイだったり、 え、エイスースだったりっていうのが、大きめのディスプレイを備えたものを出してましたが、そこにまあ手を出してた方も少なくはないかもしれないですけど、中には、ね、それ中古ショップとかそういうところは、はしごとかまあネットでも検索して、ね、少しでも程度のいい Z ウルトラをもう一度手に入れると、そういう方々もいたはずですよ。ね、そういう方々にとっては、スペック、品質、 まあデザインはまだあれですけども、そういうところにですね、まあ何の文句もないと言ったら、もちろんあれです。やっぱエクスペリアとはそのデザインラインも全然違うし、あれですけども、ある程度信用の置けるトップメーカーから、でかいディスプレイを備えた、このウルトラが出るというふうになれば、これ何年も使えるじゃないということを踏まえれば、 ある程度価格が上がっている高めのスマートフォンで出たとしても、俺、これ手に取っちゃおうかなっていうふうに思う方も、そこそこいるんじゃなかろうかなっていうふうに思います。それぐらいのものですよ。ねえ。2 2 1ムなんて、俺はこの、11プロマックス使っていて、あの、断言しますが、そんな大して気になんないですよ。2 2 1ムなんて。全然いけます。はい。 ね。で、やっぱり1億画素超えのね、1億800万画素、このカメラを備えたりをしているわけですから、せっかくだったら128ギガのね、ものではなく512ギガ版を購入して、3年4年使っていくという選択を取ってもいいんではなかろうかというふうに思います。グローバル版であっても、サムスンであれば完璧に日本語になってますから。 そこら辺も申し分ないでしょう、うんい。いいんじゃないですかね。だ、もしくは、ウルトラか、無印かっていう感じじゃないかな。ね大画面ではなく、この、ある程度手に収まりのいいところで、最新の機能、スペックを備えたものにするというところが、やっぱ心情にある方にとっては、この無印はね、この上なく、手に入れたいスマートフォンになって、発表されるんではなかろうかと。 いうふうに思います。来ましたね。もうフルスペックが並びました。うん。まあ、あとはもうデザインですよ。現状でリークされているものがいっぱい出てきてますけども、そこからしっかりと、まあ、そのサムスンが、こう、細かいところまでカチッとはめ込んで、ね、その、細かなところにも。そして、バックパネルの、まあ、表現の仕方とかね。 加工とか、そこら辺がどういう風になってくるかにもよりますけども、現状だとどうしても、やっぱデザイン的に見劣りするものになっちゃってきてますから、そこをどう欠しめて形になって出てくるか。ね。見れた形になって出てくるか。そこもちょっとね、あの、見物だなという風には思います。完全に今甘がみしたい見物だなという風に思います。ね。 MWC が、えー、もう1ヶ月も経たないうちにと。1ヶ月あと1ヶ月ぐらいか。ね。ありますけども。こりゃ楽しみがほんと止まんねえなー。もう連日のように、いろんなそのメーカーのこのリーク情報をお話ししてきていますが、何度も言うよ。ほんとに。楽しみ、ワクワクが止まんねえわ。ほんと MWC まで。 やべえな、これは。ファーウェイ、サムスン、オッポ、シャオミ。で、そのシャオミの中にはブラックシャークもあったり、さらにそれとしてもレッドマジック。いやー、まあもちろんそのエクスペリアが出てきての、そこには、あの、いろんな形で、その後方にある、まあ、レノボや LG だ、いろんなものがありますけども。どうなることやらね。ね まあ個人的にはあの、Oppo Find X2 も楽しみにはなってきてますし、まああとはゲーミング系もそうね。やっぱり、どんなパワーを備えたどんな、どんな力持ち、モンスター、怪物が生まれてくるのか。楽しみですね。もちろんそういうものが出たときに、 メーカーのそういうスマートフォン自,自体も楽しみなんですけど、そういうものに付随するアクセサリーとかもポロポロポロっと発表されますから、その、それメーカー本体からも出るし、サードパーティーからもね、そこもやっぱ楽しみですね、うん。やっぱスマートフォンは、まあ、よりシンプルに、あの、使っていきたいっていう方もいる一方で、 アクセサリーを駆使してね、より自分のその生活スタイルに合わせていくとか、いうこともあるじゃないですか。まあ、ファッショナブルな方向ももちろんそうなんですけど、その、利便性をね、アクセサリーを使って高めていくってところもありますから、そこもやっぱね、気になっていくよね。あの、もちろんそのケースとか、そういうこう、プロテクト系ももちろんそうなんですけど、キーボードとか、ね、その、 よっ、やっぱ連携していろいろやっていくものよ。ディスプレイとかさ。そういうものがやっぱ気になってきますからね。いや無限大にワクワクが広がっていく MWC2020 ですけども。ついに、本命の一つとなる S20 シリーズのフルスペックが判明したと、リークされてきたというお話でした。 また見てな。バイバイ